我々は民族の意思同盟であります。我々こそが民族の意思同盟突撃隊でございます。24時間365日友国運動に邁進し、この戦後デモクラシー、戦後価値観を転覆するがため、友国運動に邁進している超国家主義民族の意思同盟であります。植民地状態を打破し、真の自主、自立、自活、主権国家になるため、我々は少数ながら皆さん方にこのような形で街頭で訴えているわけであります。現行日本社会、非常にいらないものが多すぎます。まず一つ、日本のマスコミ、真実を伝えないマスコミいりません。そして大企業、大企業は必要かもしれない。しかしながら内部留保を抱えて困っている労働者、庶民に対して搾取したその内部留保という金額、今500兆あるんです。500兆、この10年で200兆増えたという、説明投資もせず労働者に還元もせず、どん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 てめえの懐さえ温まればそれでよし、このような大企業いりません。そしてもう一つ、何より必要ないものは、永田町に住む700数名、こいつら一番いらないんじゃないですか皆さん。何一つ役に立ってない、国民のために役に立ってない、国民の生活を向上させようという真の政治家となるような心意気さえ、気概一つ感じないのが永田町の700数名のボンクラ世襲議員じゃありませんか皆さん。何よりこの永田町に住むボンクラ政治家、こいつらが一番いらないんです。いらないんであればどうするか、一人残らずぶち殺すしかないじゃないですか皆さん。そのための維新なんです皆さん。維新というものは生半可な覚悟ではできません。我が日本国の悠久なる歴史を振り返れば、命がけの維新をやったわけであります。命を懸けたわけであります。名もない志士たちが死んでいった。なぜに自らの大事な一命を通すのか、それぐらい祖国日本というものに価値があったわけであります。我々の祖国日本、このままボンクラ政治家を指導するがために価値なき国家にしてはいけないわけであります。ために我々は国家に価値を見出し、第四の維新を断行せねばならぬ。これが我々超国家主義民族の意思同盟の熱き訴えであります。日本を滅ぼしてはいけない、祖国日本をこのまま永田町に宿るボンクラたちにいいようにさせてはいけないわけであります。あのような700数名の役立たずが一体我々庶民国民に対して良き方向に導いてくれるのかどうか、今一度皆さん立ち止まって考えるべきじゃありませんか。一つもないんですよ今。昨年来から増税論議がふつふつと湧き上がってる。これだって我々が本日綱紀糾弾をしてきた北朝鮮がミサイルをバン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 景気よくぶっ放すであるから、国防費を上げなくてはいけないために法人税、所得税、タバコ税、
こういったものは値上げして国防費を増やす。これが今の岸田政権のまかりなりにも大義名分じゃありませんか。皆さん、国民の危機を煽ってんですよ。危機を、北朝鮮を利用して国民の危機を煽ってるわけだ。しかしなら本質はどこにある。昨年岸田はバイデンに恫喝をされ、国防費を上げろ、税金を上げろ、こう恫喝してるされてるわけだ。で、恫喝されちゃってブリブルっちゃって、岸田は増税を決断したわけだ。しばらく国政選挙もない、やりたい放題、安倍は死んだ。これが岸田の本質ではありませんか、皆さん。はい。それで13日にバイデンに恫喝された約束を報告しに行くという、この顛末、独立自主国家じゃないというのが明弁はがくじゃありませんか、皆さん。はい。アメリカの古文、アメリカ宗主国というこの日本国、悠久ある歴史、2683年そのような歴史伝統文化の日本が、たかだか200年ぽっち、こそこのアメリカになぜ抜かずかなきゃいけないのか。まずそこに皆さん立ち返ろうじゃありませんか、皆さん。はい。我々はそのような民族じゃないんです。白人帝国主義は打倒しなくてはいけないわけであります。アメリカ帝国主義を打倒しなくてはいけないわけであります。我々は西洋近代、そしてキリスト教文明という、そして個人主義、こういうものを我々の先人たちは打倒してきたわけであります。我々はどう頑張ったって黄色い白人にはなれないんです。その意味で我々は今一度原点に立ち返り、東洋王道精神、ここに立ち返ろうじゃありませんか、皆さん。白人は波動なんです。波動、弱者をどん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 ぶち殺し、そして弱肉強食、これが白人帝国主義、波動じゃありませんか、皆さん。我々黄色人種、アジア人、日本人、そのようなものは大切にありません。我々は王道主義を貫かなくてはいけないわけであります。まさに我々の先人はその意味で国家独立、独立自尊、白人という大きな波が襲ってくる国家の危機だ、今こそ立ち上がらなくちゃいけない、独立を守らなくちゃいけない、その気概を持って守ってきたわけじゃありませんか、皆さん。先人たちは立派でしたよ。しかしながら、昭和20年8月15日をもって我々は全く違う国家になってしまってるわけであります。それから戦後78年目突入、いつまでアメリカを宗主国として仰ぐのか、はたまたもうそろそろ我々は目覚め、真の自主独立主権国家として、このアジアの盟主として我々は真の姿を取り戻すのか。今世界情勢混沌としている、国内も問題山積、当てにならねえ指導者が右往左往、そのような意味で我々は今年非常に大事な年を迎えているわけであります。指導力なき指導者は岸田文雄についていって沈没してしまうのか、はたまた我々日本人が、日本民族が眠っている民族の熱い血を眠りから覚ますのか、その分岐点に来ているわけであります。今我々はその意味でアジア情勢も不穏、ヨーロッパ情勢も不穏が続いている、でアメリカはめちゃくちゃ、
何が民主主義かと言いたいぐらいのめちゃくちゃ加減、食料問題、エネルギー問題、これも混沌としてる。今一国が、自分の国が自分たちの国民を守るがために必死こいてる、抱え込みに入ってる。そのような世界はどん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 変化を遂げ、生き残りをかけ闘争を繰り広げてるわけであります。翻って我が日本国はどうなんですか。皆さん、いつまでお金さえあれば、お金さえあれば飯も食え、平和も買え、すべてが金で解決できる、このような戦後デモクラシー化において我々は頭のてっぺんまで金金金金崇拝論者にされてしまってるわけであります。食料自給率が 40% もない。どん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 食料自給率というのが下がってる。それもそうです、自らの大地で自らの手でもって自らの胃袋を満たすような、そういう政策をやってないんです。買えばいい、お金がなきゃ買えないんですよ。皆さん、日本の今景気どうなんですか。どん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 下がっていくばかり。日本に売るより中国に売った方が利が上がるから、他国は最大輸出国を中国と見立て、どん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 中国に売っ払ってるわけだ。日本になんか売ってやんね、これが現状なんですよ。皆さん、物も買えない、自分たちで作ることもできない、そのような国民国家というものは飢え死にするだけなんですよ。皆さん、そんなこと関係ねえや、今日明日飢えるわけじゃねえや、コンビニがある、スーパーがある、当たり前のことが当たり前でなくなる、こういう危機的状況、我々はその意味においていても立ってもいられないから、このような街頭でマイクを持ち皆さん方に訴えてるわけであります。別に皆さんに共感を得ようとか、私の考えを押し付けようとか、そういう考えは全くありません。しかしながら一人ぐらいはまともな日本人がいるんではないか、こういう思いで、どのような天候にもかかわらず我々は憂国運動に邁進しているわけでございます。少子化対策も待ったなし、子供がどん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 減ってるという、明日は成人式を迎えるという、成人の数もおそらくどん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 減ってることでしょう。少子化対策のため政府は金を出す、東京都の小池百合子も金を出そうとしてる。少子化対策のため金を出す、金をばらまく、一体皆さんそれで子供って生まれるんですか。お金が、金、お金が、金が子供を産んでくれるんですか。皆さん、本末転倒というよりも理論がめちゃくちゃじゃありませんか。皆さん、金が子供を産むわけねえんだよ。その意味で少子化対策をやってますってやってるだけ。奴らは本気でもって少子化対策なんて行おうという気持ちすらさらさらないわけであります。少子化対策を本気で取るんであれば、まず国家というものを見つめなくちゃいけない。日本国家にとってどのような人材が必要なのか、国家に有用な人間が必要なのか、適材適所、この人間に対して国家がよく見極め、国家に有用な人材を育成育てるのが国家の最大なる役目じゃありませんか。皆さん、そのような体系に立ち少子化対策を本気でやり、優秀な人材を育て上げる、国家に対して役に立つ有益な人間を育てる、そういうようなビジョンがあっての少子化対策じゃありませんか。皆さん、ただ金、子供をね、
そしたら金やるから子供産め。だからそんなもので子供なんか産むわけないじゃありませんか皆さん。どのような国家にしていくのか、そして国家に対して我が子供がどういう自分の力は国家に有益なのかどうか、適材適所を役立つのかどうか、そういうビジョンがあっての少子化対策を練ると私は言いたいのであります。やってます、やってます、やってる、やってる、あとはいかん、いかん、いかんでございます。アメリカと協力して検討していきます。このようなバカの一つ覚えを毎日毎日繰り言をしているのが自民党の政治家、そして歴代の日本の総理大臣ありませんか皆さん。おそらく今年で岸田政権は終わる、間違いない。5月の広島サミットでもっておそらく衆議院も解散する。なぜか増税をするから、衆議院選挙でもって国民の、おーい、救急車来てるぞこら、渡ってんじゃねえバカ野郎、バカ女、バカ男、こら救急車どうせバカ野郎。もう嫌になっちゃいますな、本当に。毎日毎日連日外線やってますけど、救急車が通ったって知ったこっちゃねえっていう態度でもって、てめえさえよければ青信号だから渡ろうという、もうこういうバカには付き合ってらんねえから私の演説終わります。ただいま訴えを行いましたのは民族の意思同盟和田浩二組織部長であります。続きまして訴えを行いますのは同じく民族の意思同盟南良太宣伝部長であります。ご清聴のほどよろしくお願い申し上げます。